こんにちは、Bレジェンド田中です。今回はでかくなるインターバルの時間についてお話したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報なども掲載されておりますので、ぜひご確認ください。皆さんトレーニング中、休憩時間とか測られてますか？真面目な方だと、マシーンにタイマーをつけて1分とか2分とか設定して休憩測られてると思います。私がトレーナーをやりだしたばかりの新人の頃ですね、休憩時間を1分で設けると成長ホルモンですねが分泌されて筋肉がより発達するというところが言われるようになった時期がありまして、自身の経験上の話ですけど、それを試してみると、インターバル1分だと全然回復せずに、それを試した期間は逆に伸び悩んだというか、むしろ記録が下がったという時期がありました。なので休憩時間はしっかりとった方がいいなというのを経験として学びました。特に多関節種目ですね、全身使うスクワットやベンチプレスなどは休憩時間1分だと、まず回復しない休憩時間になると思います。私だったら、3分から5分ぐらいは休憩時間取ります。特にメインセットであれば、3分から5分取って、皆さんは息が整ったらよし次に行こうというところで次のセットに入られる方もいるんですけど、息が整った後すぐ行けそうな気もするけど、筋肉が回復してるのかどうか、今スタートしてベストのパフォーマンスが出せるのかどうかっていうところが判断基準になるので、息が整ってもう行けそうな気がするけどさらに我慢すると、そこが重要になってくるポイントかなと思います。種目によって多少インターバルの時間は変わるんですが、やはりデッドリフト、スクワットは3分から5分、ベンチも高重量のセットであれば、3分は取った方がいいかなと考えております。じゃあ1セットのインターバルに10分とか15分取ればいいかとなると、実はそうでもなくて、せっかくウォーミングアップして体温めてパフォーマンスが高くなるように整えた状態ですよね。それが集中力が消えてしまったり、体が冷えてしまったり、せっかく高めた興奮作用とか集中力が逆にこう落ちていってしまったりするので、休憩をしっかりとるけど集中力下がらなかったり、運動に適した状態からパフォーマンスが下がるようなリラックスした状態に下がっていかないようにというところのさじ加減を考える必要があると思います。その中で自分としては3分から5分ぐらいかなというところが見えてきました。これは回復力によってですね、回復が早い方遅い方あるかなと思いますんで、種目の強度と個人的な回復力と、あとは集中力が下がらないようにするっていうところの、バランスを見ながら休憩時間は決めていくと良いかなと思います。それでは逆に呼吸が乱れたままトレーニングすることのメリットって他にあるのかとなりますと、私の考えでは単純に筋肥大を狙うトレーニングであれば、呼吸が乱れたままするトレーニングのメリットは、あんまりないかなと思ってますが、筋肥大だけじゃなくてですね、実際の競技ですね、ラグビーとかサッカーであったりとか、競技に近い状態でパフォーマンスを上げるっていうアプローチで筋トレを組み込む場合は、心肺機能も同時に鍛えたいとかいう状況であれば、息が乱れたまま種目を次々こなしていって、筋肉だけじゃなくて筋肉の回復力ですねとか筋持久力を高めるっていうところのアプローチを狙うのであれば、組み入れても良いかなとは思います。ただし筋肥大を狙うのであれば、呼吸がしっかり回復する、筋肉が回復する、3分から5分の時間を休憩で取る方が良いかなと考えております。次に問題になってくるのは、毎セットベストな状況が整うまで十分な回復時間を取っていたら、トレーニング長くなりすぎちゃう。例えばマシンを一人で占拠してしまって、他の人の迷惑になったりとかしてしまうっていうところがあると思います。私のおすすめとしては、その日のメイン種目ですね、多関節種目で重量こなせる種目をチョイスする方がいいという考えがあります。例えば足であればスクワット、肩であればショルダープレスというふうに、多関節種目全身使うので回復力が必要となるし、重量もこなせるというメリットもあるので、メイン種目を最初に持ってくる場合はその種目だけしっかり休憩を取る。でサブの種目にだんだん変わっていきますよね。そうなると多少休憩が短くなっても
いいかなっていうところを許容する。まあ、特に単関節種目ですね。1個の関節しか使わない種目であれば、比較的呼吸の回復とかもね、早いし、体幹部とかはね、あまり使わない場合が多いので、回復時間は短くても良いかなと思いますので、全体のトレーニング種目数とかセット数を見て、メイン種目、重量をこなす種目はしっかり休憩を取る。で、残りの種目数とセット数と見た場合に1時間半内にトレーニング時間終わりたいのであれば、まあ、このぐらいの休憩取れるかなっていうところを配置していくとバランスが良くなってくると思うので、ただしメインの種目の休憩時間を削ってまで種目数を増やさない方が僕はいいと思うので、メイン種目はしっかり重量回数をまず伸ばすっていうところが、まあ、初級中級の間は特に重要になってくると思うので、ちゃんと確保しておく。で、その他の残りの時間で休憩時間を縮めてでも必要な種目は組み入れていくっていう風なバランスを考えると、休憩時間でしっかり回復させつつ全体のトレーニングメニューは時間内に収めるっていうところができるようになると思うので、その辺を意識しながらインターバルも含めてトレーニング時間をコントロールすると、まあ、良いアプローチになるかなと思います。まあ、伸び悩んでる方にアドバイスをした時に、ベンチプレス伸び悩んでる方だったんですけど、まあ、休憩時間4、5分取ってみてくださいというだけでもマックス更新した方がおられるように、休憩時間で意外と重要な要素になるので、最近伸び悩んでるとか、まあ、今まで休憩時間そんな意識してなかったなという方は、一度今までよりも休憩時間をしっかり長めに取るということを試してみると、さらにレベルアップするきっかけになるかもしれません。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度確認してみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。